フランチェスコルテッリは、イタリアの政治家、上院議員、下院議員、副首相権文化財、文化活動大臣、マルゲリータ党首、ローマ市長を歴任、ラツヨ州ローマ県ローマ出身。1975年、イタリア求心主義者に入党し、1981年に初期長就任。1983年の下院総選挙に出馬、当選し、 翌1984年に RI 会議員団長に就任する。1989年 RI を離党し、緑の連盟の設立に加わり、翌1990年全国議長に就任。1993年会議員を辞職し、ローマ市長選挙に出馬、決選投票でイタリア社会運動、国民同盟のジャンフランコフィーニを破り当選する。 1999年、市長在任のまま、欧州民主党から、欧州議会選挙に出馬、当選する。2001年、中道左派連合、オリーブの木の首相候補に指名され、市長を辞職して、会員選に再出馬するも、シルビオベルルス公に率いる、中道右派連合、自由の家に敗北する。2002年、中道、キリスト教左派などの小政党を合流して、 マルゲリータを結成し、党首に就任。左翼民主主義者のアルテル・ベルトローニと共に、中道サファ連合、ルニオーネ結成、政権交代を牽引した。2006年、第二次、プローディ内閣の発足により、副首相兼文化財、文化活動大臣に就任。2007年、ML と DS などの合流による、新党、民主党結成に尽力した。2008年、 ベルトローニが PD の首相候補として国政復帰によりローマ市長を辞職。ルテッリはそれに伴う市長選への出馬を表明した。しかし自由の人民公認のジャンニ・アレマノに敗北した。フランチェスコルテッリ。ありがとうございます。